木下光弘は長野県出身のレーシングドライバー。1986年にデビュー。中堅ベテランドライバーとして定着し、年間シリーズチャンピオンなど、好成績を残している。現在では、韓国のタイヤメーカー、国内のタイヤメーカーなど、タイヤ開発ドライバー、ATS 駆動系開発ドライバー、各メーカーサスペンション開発ドライバーとして、パイオニア的存在。 レーシングドライバーとしても、現役でタイムアタック、マカオレースなど参戦し、各レースで好成績を収めている。さらに、著書、木下光弘マシンセッティング、各出版社から連載活動もこなしている。低身長、軽量のため、V オプトでは、史上最速の小学5年生という愛称が付けられている。そのため、市販のバケットシートが合わない。 アクセルペダルに足が届かないという悩みも抱えている。愛車はポルシェカイエン、K1S を所有している。車に対する感覚が非常に優れており、パーツ開発やマシンセッティングのテストドライバー、ハンコックタイヤ、日本国内、タイヤメーカーなどの開発を行う。ありがとうございます。